あとはね、最近ハマってるのはね、そう、あ、本当にみんなに会うから、リハで。結構3期の子とかに絡んでるかな。ももちゃんとかを結構彼女いじりするのにハマってます。ね、まあよく姫ちゃんとかにやってたんですけど、ちょっとこうツンデレなことを言ってみたりとか、それでこう照れてるももちゃんがすごく可愛いので、よく仕掛けてますよ最近。あと依田ちゃんとかも結構困らせてますね。なんかそのリアクションを見るのがすごく好きです。まあそうですね、まだ3期生は構ってくれるので、 まあみんなもうちょっと付き合ってほしいなって思ってます。姫ちゃんは元気？姫たんのこととか喋っていいのかな？あんま喋んない方がいいですよね。 元気だよ姫ちゃんは。いや、いっか。この間ねモーツァルトも見に来てくれたの。でも、でもあんま言わない方がいいのかな、まあ、ダメだったら LINE で怒って。なんか見には来てくれたんだけど、でもなんか恥ずかしいから挨拶行けなかったって言って 私知らなくて後から連絡が来た。そうだからまた後日ゆっくり会おうかななんて思ってます。あ、そうそう、さっきもちょっと話に出ていたんですけど、名古屋のねライブがもうちょっとで始まりますね。意気込み楽しみにしてこう。そうだな、私まだね自己中プロデュースをねやってないのよ、実はね。別に名古屋でやるって言ってないんですけど、全然やらない、わかんないよ。 いやちょっとわかんないよけど、まあまあそれが名古屋でやるのか仙台でやるのか、まあはたまたどっちもやんないのか、すごい楽しみですね。まあまあきっとなんか、まあきっと楽しいでしょう。 やったね、みずきと仲良くしてくれてありがとう。こちらこそありがとう。みずきちゃんは昨日もすごいお世話になったよ。すごく眠くてね、最近ずっと眠いんだよね私。なんでか分かんないんだけど、そうモーツァルトがこの間千秋楽終わってから本当に何してても眠くって。で、まあ、仕事の合間とかにみずきちゃんに膝枕してもらったり、膝枕からのお腹枕もしました。なんかこう膝枕してるじゃんこうやって。そしたらみずきちゃんがなんか「私も眠くなりました」とか言ってこうゴローンって背中つけたから、こうすかさずこうシュッってお腹にこうやって乗ってました。結構ねおすすめですよ皆さん。もしなんかお友達とかなんか誰かとやることがあったら、膝枕からの、お腹枕、ぜひぜひやってみてもらえたらなと。皆さんクリスマスは楽しんでますか？服サンタだよ。 ちょっとね私も気分だけクリスマス感じてみようと思って着てみました。ありがとう、みんなお世辞言ってくれてる、ありがとう。今日はね、私は、まあ、撮影してて、で、クリスマスっぽいケーキでも食べようかなと思ったんだけど、実際はみたらし団子食べました。皆さんはケーキ食べましたか？食べたかな？ 食べてないかな？食べてない？ね。まあクリスマスもうすぐ終わるけど、最後まで楽しみましょうね。そうしましたら、皆さんはなんかプレゼントもらいました？サンタさんから。私はサンタさん来ませんでした。あんまいい子じゃなかったのかな。でもみんなももらってないみたいなね。あんパン食べた人もいるんだね。へえ。コンビニのご飯はちょっと切ないね。ケーキケーキケーキ、ラーメン食べた、いいね。あ、肉ね。
あ、ビビリクイーンね。ビビリクイーン。カエル、私さ、本当カエル無理でさ、でもこの7年間さ、なんだかんだ下げてきたのね。それ当たっちゃったよね。本当下げてるものがあって、カエル、あ、ここだけの話ね、ここだけの話だから絶対に広めないでほしいんだけど、今まで7年間避けてきてるものはカエル、まあカエルは当たっちゃったけど、カエルと、あと、下手物をこう食べるっていうのと、あとバンジージャンプ、ほんとこれだけはやりたくないの。ほんとにやらないでアイドル人生を追いたくて。だから みんな絶対言わないんでね、これは。みんなのことを信頼してるからここで言うんであって、振りが丁寧だなとかじゃなくて、分かった任せとけじゃなくて、これは本当に絶対に言わないでください。うん、あ、そうそうそう、パリね。パリは私が休みもらって、長期間でもなんかなかなか友達とも予定合わなくて、で、どうしようって、もう一人でなんかどっか行こうかなって思ったの。ロンドンとかさ、まあ舞台とかもやってるし、でも一人でもう旅行したことないし、どうしようって思ってたら、なんか二号映会の時に隣にかりんちゃんいて、ちょっとかりんちゃんにちょっとこう目で訴えかけながら、なんか今一人って行こうかどうか迷ってんだよねみたいな感じで言ったら、なんかスイカでパリ行くんだって、あ、そうなんだ、いいな、楽しそうって言って、でディズニー行くんだ、ディズニー行きたいって、ずっとそういう目をしてたら、え、来るって誘ってもらって一緒に行ってきましたね。部屋がさ、二人部屋で、なあちゃんと一緒だったのね。でもなあちゃんとさ一緒のベッドで寝るってなんかすごい緊張するじゃん。でもなんかお互い多分ちょっと分かんないけど緊張してたみたいで、毎回こうベッドがこれぐらいあるとしたら、これぐらいあるとしたら、なあちゃんここ、私ここみたいな、ここに3人ぐらい寝れるぐらい の距離感で寝てました。でも卒業前にすごく貴重ないい思い出ができたなって思います。そう、ディズニーって言ったけど、パリのディズニーはですね、なんか日本と比べ物にならないぐらい速いし、ジェットコースターがね、迫力とかもなんかすごすぎる。で、私日本だとスペースマウンテンが一番好きなのね。で、あっちだとね、ハイパースペースマウンテンっていう名前なので、まあハイパーってまあちょっと速いぐらいかなと思って並んでたんだけどさ、帰ってくる人たちの顔がもう蒼白っていうか、なんか他のジェットコースター、ちょっと可愛めのジェットコースターだとみんながフーってなってるんだけど、誰も一言も何も言わないみたいな感じで、ちょっと不安になりながら乗ったのね。で、気づいたんだけど、人って本当に怖いと思った時って叫びもしないんだよね。もう無、何も出ないの。なんかキャーとかじゃなくてもこれで、あーみたいな、あ、やばい、早いみたいな。で、私ジェットコースターで叫ばなかったのが初めてだったからびっくりしたね、あれは。でもぜひ怖いものが好きな人はぜひぜひ乗ってみてください。パリ本当早いから。青春ってよくわからねえ。青春ってよく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 やるしかねえ。